さっきたまたま千原ジュニアさんのインタビューの YouTube の動画を見たんですよ。千原ジュニアさんって、原付で事故って顔面ドロドロになったんですよね。で、その後、整形して治って、で、今では普通にテレビで皆さん見てらっしゃると思うんですけど、北野武さんも原付で事故ったりしてますけど、まあ、芸能人なんでなんとかなりましたけど、やっぱりその原付で事故ると顔取れちゃうんですよね。その YouTuber の人がなんかドキュメンタリー作家みたいな人で元 AD なんですけど、ノーカットなんですよ。僕、ノーカットのインタビュー見るの好きなんですよね。YouTube って割となんかすぐにカットしたがるじゃないですか。ちょっとずつ間を詰めて字幕つけるんですけど、千原ジュニアさんのやつってノーカットなので、考えてる間とか、その話す時のテンポとかが、そのままわかるんですよ。面白いことを言うときに、相手の目を見ながら面白いことを言うときと、目をそらして面白いことを言うときの2種類あるんですよ。知り合いの放送作家の人で松本さんっていう人が失踪したっていう話があって、1年ぐらい失踪して帰ってくると、お前松本何してんだよって怒るんですけど、その松本さん5年後なんですよ。5年間失踪してると、もう怒るとかなくて、お前松本やん、どうしてたんみたいになるよねっていう話があるんですよね。で、もし失踪するとしたら、5年や。っていう、要はもし逃げるんだったら5年以上逃げとけよっていうのをカメラ目線で笑いながら言うんですよ。その後のその松本さんの話の時に、その松本さんと5年ぶりに会う時に、久しぶりに会った時に、5年間飛んでた松本さんが来たんですよ。その松本さんがその時にトレーナー来てたんですけど、そのトレーナーに NASA って書いてあったんですよ。また飛ぶ気かみたいなのを言うんですけど、それを言う時って、ジュニアさんね、カメラ見ないんですよ。カメラを見なくて自分の表情が見られないように言うんですよ。面白いこと、要は逃げるなら5年だよっていうのはアドバイスであって事実なんですけど、トレーナーの NASA のを見てまた飛ぶ気やんっていうのは自分の感想で面白いことなんですけど、自分の感想の面白いことを言うときは相手の目を見れないんですよ。見ないっていうのかな。ジュニアさんも元引きこもりなんですよね。14歳ぐらいまで引きこもりしてて、何年間、2年ぐらいかな、なんか引きこもりしてて、で、その後は漫才師になるっていうので、なのでその人間恐怖症の部分が多分どっかにあったりするんだと思うんですけど、っていう感じとその間とか動きとかのすごい細かい部分っていうのが見れるのですごい面白いんですよね。多分その引きこもりの人ありがちな観察力めちゃめちゃあるなので、そのナレーターのカメラマンが喋ってる時もすごい相手見てるんですよ。なのでカメラ目線めっちゃ多いんですけど、面白いこと言うだけで目離すっていう。で、そのメンタリストの大悟さんも元引きこもりなんで、観察力めちゃくちゃあるんですよね。なのでその相手のなんかほら堀江さんとメンタリスト大悟さんがポーカーでやるっていう番組が多分探せば YouTube でもあると思うんですけど、堀江さんがそのババ抜き、ポーカーじゃないババ抜きか。ババ抜きでことごとく負けるんですけど、堀江さんって単純なんですよ、いい人なんで。目の動きとか指の動きで相手の考えてることを当てるっていうのをメンタリスト大悟さんがやるんですけど、それめちゃくちゃ相手観察してるんですよ。でもやっぱ引きこもりの人って観察力がすごいなっていうのと、やっぱりちゃんと相手のことを見てんだなっていうのが分かったので、すごい面白かったよっていう話を、だいぶ路面凍結の事故から引っ張ってこの話をしました。すいません。